はい、こんにちは。こんにちは。ゼロヘルス、夏がやってまいりました。はい、夏といえばアイス。アイス。アイスといえば定価。定価。それも間違いないから。いや、そう。マジで間違いない。でもアイスマニアだよ。アイスマニアだね。そうだよね。いろいろ食べてるよね。そうで、今日はもうメンバーの好きなコンビニアイスを教えちゃおうかなっていう動画になってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。これまずあのコンビニと言っていいのか分かんないけど、マイバスケットで、うん、もうまあまあコンビニとしましょう。毎年めっちゃ食べるのがむかんっていう、剥いてある冷凍のみかんが3個袋に入ってるのがあるの。え、めっちゃ最高じゃない。そう、それをもうめっちゃ大量に買って家出るじゃん時に1個持ってくの。だんだん溶けてきて食べやすくなって、その駅まで歩いてる間に食べると汗をかきません。家でももう出してちょっと10分20分置いておくの。そうするとちょうどよく美味しいぐらいになるの。ムカンマジでめちゃめちゃうまいから食べて。え、もう一回言って。コンビニの前、マイバスケット。マイバスケットにあるの？そう、多分スーパーとかに売ってんのかな。でもスーパーでも見たことない。俺食べたことないな。でもコンビニ見たことないよ。コンビニにあったりするよね。あと、マジ？ゼップ横浜でライブした日の隣のホテル泊まってた時のあそこに置いてあったよね。へえ。一回さ、福岡の駅かなんかのさ、ムカンの看板があるんだけど、商品どこにもなくて、もう定価とめっちゃ探してる。マジでね、ムカンマジでうまい。やっぱりさ、自分で剥いて冷凍したのとか処理の仕方が違うから、めっちゃ食べやすいな。白いのもついてないし、はい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 、あれがマジで一番最高です。これ結構ガチで俺食べたいかもしれない。そう、もうみんなもう見てる人よだれ出てると思う。ムカンね。俺ムカンが第一位です。多分むかないみかんってことだよね。そうだと思う。素敵ですね。ありがとうございます。はい、アイスといえばね、まあ、俺も結構食べるんですけど。そうね。俺はね、お前から好きなのが白天坊だ。白天坊です。コンビニに行ってない白天坊だ。白天坊は 100% スーパーアイスだろ。また思うじゃん、これあのジャブだから最近俺マジでメンバーに行ってないと思うんだけど、冷凍のドライマンゴーをハマりすぎちゃって。みんなアイスじゃないっていうね。いや冷やした果物。これね、セブンイレブンとファミリーマートで俺は見かけてるから、どっちかで買って食べてんの、うん、めっちゃくちゃうまくて。俺のね、俺調べだとセブンのやつの方がちょっと溶けんのが早くて、へー、冷凍庫から出してすぐ食べれる。ファミマのはなんかね、本物のマンゴーに近い。冷凍のドライマンゴーってどういう？ドライマンゴーが冷凍されてる。そうじゃない？あ、ごめん、冷凍マンゴー。そうだよね。ドライは違うわ。なんだこれ。ちょっと退場してもらおう。俺夏あんまり食欲出なくて、夜特に、うん、蕎麦とか食べやすいの食べるんだけど、もう風呂上がりに冷凍マンゴーを自分の手元に置いてそれを食べながら、もう最近マッシュルとかアニメ見てんだけど、もうそれがもう今ね一番幸せな人時。ああ、いいね。全然多分ね、マジで3袋くらい食える一人で。なんでその今日の夏そうなの？アイスじゃないからアイスは、アイスなんだろうな、あと好きなの。あとね、昔さ、うん、真冬にさ、うん、どっかからのツアーの帰りで車の外にいなきゃいけない時があって、福岡だよそれ。俺とリョウガちゃんで冬なのにヨーグルト味のアイスかぶってハイチュウのやってたわ。食べた。あれめっちゃ覚えてる。いやめっちゃ覚えてる。なんかハイチュウと俺とロイさ結構アイスの趣味合うんじゃん。で、あのトルコヨーグルトみたいな、多分ねロイ言おうとしてたかもしれない。あれめっちゃ好きで、あれもね、でも売ってる時結構限られてんじゃん。そう、ね、あれとかも食べます。あとはなんか俺メロン好きなんで、なんか結構メロンの、ちょっと前ですメロンのもめっちゃうまくてめっちゃ食べてました。あとはね、ミニストップのアイスは好きです。ハロハロとか。そんな感じです。みんなあのドライマンゴー、あ、冷凍マンゴー食べてみてください。冷凍ドライマンゴーありがとうございます。はい、おすすめのアイスですね、トルコ風アイスのヨーグルト、うん、あれってまだ売ってんの？いや、まだ売ってないですね。なんか1、2年に1回だけ、そう、たまに復刻するの。伸びるやつ。夏とかまた復活するんだけど、違う味なんだよね。ヨーグルトじゃなくて別の味で出て、ああ違うなーって思い、チョコとかね、うん、ヨーグルト味がめちゃくちゃ合うんす、合ってるんだよね、トルコ風アイスと。だからあれ見つけるともう網網あるじゃん、うん、あれごと買うんだと思う。ほんとに結構マジで。でストックしとくみたいな感じだったんですけど。あとはセブンイレブンさんのとろけるマンゴーアイス。あ、わかる。あのあるね、スティック状の、うん、めっちゃ本物みたいな。そう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 、あれがまあ
あのシリーズエロいわ。ね、わかる言いたいこと。わかるわかる。え、したらじゃ あの冷凍マンゴーマジでもっとエロい。もっとめっちゃエロい。マジエロい。ちょっと食べてみよう。食べて。それぐらいかな。あとなんかあったかな。ガツンとみかん。あれうまいね。ガツンとみかん美味しいっすね。これまたちょっと別のあれなんだけど、風邪ひいた時に食べるとおすすめのアイスがあって、うん、僕喉を使う、ね、仕事だし喉痛めたりするんですけど、その風邪で、でそういう時冷やした方がいいんですよやっぱり、うん、炎症してるから。その喉にパーンってくる一番冷たいアイスが、うん、アイスの実です。へえ、アイスの実さ、今めっちゃうまいの知ってる。あ、そうなんだ。昔のと全然違うよね。昔から俺好きだけど、なんか中がめっちゃトロトロしてて、そう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 、あれめっちゃうまい。エロい。世界が終わるまでは。あれはあの本当喉痛い時とか、うんうん、あの熱出た時はおすすめです。うん、喉痛いのが緩和されるから、扁桃炎になっちゃったりとか、喉風邪の時はあのアイスの実で、あのしのぐのおすすめします。ありがとうございます。そんな感じです。一番気になるがね。リオはもうあれだよね、ガリガリ。アイスボックスに、うん、あのモンスターとストロングで、うん、お前がすぐくたまってたろ。お前すぐくたまってたろ。お前が好きなリオくんでした。お前はもうすぐくたまってたろ。誰かわかんないから。くたまってたろ。ちなみにレオが好きなのはボーです。あ、そうなんだ。前あげたらめっちゃやろ。レイナさんの好きなアイスは。好きなアイス、練乳かな。練乳のかき氷、コンビニ売ってんの。可愛い子売ってる。じゃあみんなも食べてみてください。理由を締めてもらえると。あ、はい。今日の動画はアイス食べたいよと思ったらチャンネル登録と、アイスボックスにあのモンスターとストロング入れたいよと思ったらどうしたい。じゃあアイスはもうさ、くたまってたもん。すぐくたまってたもん。かっけえ。ベル君。待ってるよ。Peace out.